どうも、バンです。ちょっと立て続けに動画を撮っております。えー、先ほどのバン TV の動画で、10.7億円まであと1.5億円だっていうふうに申しましたですね。そして、今後民族党が収入源となるものが何一つないじゃないかというところがね、非常に弱みだというふうにもね、お伝えいたしました。確かにそういうね、 ところはあろうかと思います。じゃあ、どうするのか。内装では触れないのか。触れます。いいこと思いつきました。あと1.5億でしょ。これ、当てありますよ。はい。もうわかりましたでしょ。感の一緒だったら。ガーシーさんに3億、増与してはるわけじゃないですか。民くと。まあ、かつての政治家女子48等の前の NHK 等だ。ということはですね、ガーシーさん、 1.5億に負けておいてくれ、はりまへんかっていうふうにね、減額の交渉をすることは十分可能だというふうに思いますね。まあ、ガーシーさんが、ちょっとお金を使い込んでもう、荒らしまへんというのであれば、ちょっとどうしようもないですけれども、まあ、ダメ元で、えー、大津さん、一度、ガーシーさんね、まだちょっと、あの、後半中ではありますけれども、まあ、ちょっと頃合いを見計らって、えー、1.5億、 ま、借金でもいいんで、ええー、なんとかなれまへんやろうかっていうふうに、言ってみるぐらいはいいかもしれないですね。で、ええー、まあ、その結果がどうあれですね、万が一ですね、破産申したての場合にですね、なんか当てはないんですかっていうふうに言われたときに、そういうふうにね、カードを持っておくっていうのはいいやり方なんじゃないかなというふうに思いますね。 ただ、もちろんね、当てはないんですかいや、ちょっとガーシーさんに、立花さんがぶっ込んだお金があまりにも大きすぎるんで、ちょっと減額交渉をっていうふうにね。まあ、そんなことを考えてるみたいなことをね、言うぐらいはいいんじゃないですかね。で、言うぐらい言っといたら、もしかしたら、もうちょうど10.7億まで、あと1.5億、まあ、ちょうどぐらいですかね、なんとかなりますかねとか言ってね。なるんじゃないですかね。 何度も言ってるように、この10.7億の民族党の債権は、立場さんの独裁で決められたっていう部分が大きいんで、これをまんま民族党が背負わなければならないっていうのはね、ちょっと不合理ではあるっちゃあるんですよね。その部分も考慮して差し引いて考えたら、まあ、破産申し立ては通らないんじゃないかな、っていうふうにもね、思うんですけれどもね、どうでしょうかね。と、まあ、一つバンティビーからのね、提案でした。 以上です。短いですけど、ではでは。